オーランド諸島の旗は1954年に制定され、1954年4月3日にフィンランド自治領オーランド諸島の首都マリエハムーンに形容された。オーランド諸島の旗はスウェーデン沖合のバルト海に浮かぶスウェーデン文化を受け継ぐ人々の住むフィンランド自治領の島という政治的、地理的、文化的位置を反映している。青地に 黄色のスカンディナビア十字というスウェーデンの国旗と同じデザインの上に赤いスカンディナビア十字を加え黄色と赤というフィンランドのシンボルカラーも同時に表している。旗の各色の帯の幅は横は左から16、3、4、3時26分の割合縦は上から12、3、4、3時12分の割合となる。形容されるときは フィンランドの国旗と同時に形容される。自治領となる以前、1921年から1954年までは、青、黄色、青が水平に並んだ旗が非公式のオーランドの旗として使われた時期もあった。元スウェーデン領だったオーランド諸島は、1809年に、フィンランドがスウェーデンから、ロシア帝国に割上され、フィンランド大公国が建国された際、 フィンランド領に組み込まれた。1917年のフィンランド独立後、島民はスウェーデンへの復帰を求めたが、国際連盟は1921年に、オーランド諸島のスウェーデンへの割譲を拒否し、代わりに、フィンランド領内で大幅な自治権を得ることを認めた。この時に島を代表する旗を作るという案が生まれ、 スウェーデンの国旗の色とオーランド諸島の紋章の模様をもとに青と黄色の2色を使った水平に3つの帯のある旗が誕生し1922年のマリエハムンでの合唱祭で披露された1934年にはフィンランド政府がスウェーデン色の濃いこの旗の形容を禁じ別のデザインの旗を作るよう命令したがオーランド諸島政府は 命令を無視し、1930年代後半から1940年代にかけて、両政府の間で緊張が高まる一方、オーランドが独自の旗を持つための粘り強い交渉も続けられた。1951年にはついに、オーランド諸島が公式に独自の旗を持つための法律が通り、デザインコンペが行われ、スカンディナビア十字を取り入れようという案が公表を、 白した。1952年1月に決まった最初の案は青字に黄色い十字を描き、その中にさらに青い十字を描くという案であったが、フィンランド政府はあまりにスウェーデン国旗に似ており混乱を招くとして却下した。新しい旗のデザインをめぐる議論は1953年まで長引き、その間には フィンランド国旗の白地に青いスカンディナビア十字の中に黄色い十字を描くという案もあった。青、黄色、青の非公式機にこだわる意見もあったが、オーランド諸島議会の多数意見は、スカンディナビア十字の採用を求めた。最終的に、スウェーデンの旗のデザインを基本に、フィンランドの国章の色である黄色と赤を混ぜる、現行のデザインが、 両国の文化を融合させ調和させるという観点から議会で賛成多数で採択された。1954年3月31日にはフィンランド大統領が法律にサインをし陸上でも海上でもオーランド諸島の旗が掲げられるようになった。ありがとうございます。